桜田支店実況、桜田支店2実況の第3話のその2です。ああお見合いだったかな。カンナの修行の続きですね。どうだい隊長、まあ、カンナが帰ってきたようで、1年ぶりに組手をしてみた感想は。いきなり稽古の途中に組手をやりだしたのという気候に走ってるカンナをこうの、まあ、気持ちを組んでやって修行に付き合ってやったという、それほどでもないよ。そういう状況になりますね。でもあたい、なんで大神隊長は今もぎり服着てるんだ。隊長たちとずっと離れてて分かったことがあるんだ。なんすか。あたいは今までとにかく強くなりたいってそれだけを考えてた。ほう。親父があたいに残してくれたのは空手だけだったしな、ただ親父に追いつきたくて強くなることだけを考えて今まで修行してきたんだ。ほう。そう、自分のために強くなろうって思ってた。強さとは何なんすかね、鴨川隊長。鴨川会長。今は違うんだ。うまく言えないけど、あたいには花組がいる。ボクシングだろ、ボクシング。鴨川ボクシングジムに入って。みんなの力になるために強くなりたいって。ガゼルパンチとか覚えよう。覚えるようになったんだ。あとあれいつも忘れちゃう。なんだっけ、こうかいくぐるやつ、かいくこの8の字の動きするやつ、あれなんつんだったっけな。幕の内一本の長話に付き合わせ決まってさ、あれなんつんだっけ。あ、ダメだ、出てこない。ダッキングじゃなくて、とにかくこれからもよろしく頼むぜ。あー、ムービングじゃなくてフリッカージャブじゃなくて。それにしてもスミレのやつ一体何をやってるんだか。何言ってんだよ隊長。デンプシーロール出てこなかった。デンプシーロール出てこねえんだよ。いつもなんかデンプシーロールの話がしたら出てこねえな。それじゃな隊長。頭の中出てこないワードって時々あるよな。ということでデンプシーロールを覚えて強くなろう。カンナ。おっと隊長、言い忘れてたことがあったぜ。なんだろう。さっきの組手だけどさ、はい、隊長結構強いんだな。いや、言う、見直したぜ。言うから。それじゃな。言うから。また後で。これ出すよって言うから、それは反応する。強い男が好きなんすかね、カンナは。デンプシーロールを調べてる時間が余計だったな。スマホで調べた。テラーン、テラーン。コーランかな。夜にコーランと話す時間を設ける。あら、どうした、スミレ君。服がエッチすぎ。エッチすぎる。エッチチチチチチ。はい。何ですかその質問は。え、どうしたんだ、ヤブからスティックに。答えてください勝利。難しい質問を。この選択はよくねえ。沈黙をどうしてよかったか。
俺の心のどこかで本当はめっちゃスミレが好きだという気持ちをこう抑えきれんかった。さくらくんがって言ってるけど、本当は一番スミレが好きだという気持ちを、でもそういう裏の気持ちまで組んだ大神のムーブをしてないじゃん、ここまで。そんななんか基本的に表向きはさくらくんや、実はスミレみたいな、そういう動き、そこまであの浮気じゃないんだよ。表向きはさくらくんって言ってるけど、本当はスミレが一番っていう、そういう心の弱い部分を疲れたな、今の回答はな。そんな弱いスミレくんの姿を見せないでくれ。ほいスミレくんって何やってんだ。今すぐ行こう、スミレくんのもとに。今すぐ行こう。本当だな、本当はスミレが好きなんだよな、本当は。桜大戦好きなやつランキングをつけたら、1位スミレ、違う、1位つばきくん、2位スミレ、1位スミレかな、3位さくらくんなんだよな、本当は。鬼を集まったか、国旗会ご行使。あれ、5人ちゃんといるのだよ。鬼よ、てめえいつから頭気取ったんだ。集会やってる暇あんなら、やつらの始末だろうが。めちゃめちゃ格好つけて、集まったな、ご行使とか言ってるのに。全然なんかこう、いつの間にお前上をトップずらしてんのみたいな。お前は一度負けたんだ、黙ってな。どういう立場から飲むけど、鬼土蜘蛛様。僕相変わらずきついの、土蜘蛛。あと一人誰、しゃがな、覚えがないの。戦い決して無駄にはならん、すべては計算のうちじゃ。ほう、あれ、こんなんいたか。勝ったの負けたのくだらない、こんなんいたか。どう殺すかが問題でしょ。全然覚えがない、こんな人がいたこと。水子の方は、あれ、あ、五行衆で、すでに犬についておる、うまくやっとるよ。だから五行だから、木下土金水に、風水とかでいう木下土金水にちなんでるんだ。だから木は木地式だし、火は火車だし、土は土蜘蛛、木下土金水、銅は土で、水は水湖、木下土金水、ゴンは金剛だね。五行子孫ね、木下土金水、木下土金水ね。あの方のお力により災害から片過激台の援助を断つことができた。あの方と兵糧攻めですか。ゴミにはふさわしい扱いではありません。兵糧攻めつまらねえ小細工だ。俺もそう思う、力で潰せる。それでも資金を流す、ふむ。その程度のことなら計算のうちじゃわい。わい、元を立てばいいだけのことじゃ。そうじゃろ、鬼を潰すか。その役目を俺に任せろ。今後貴様の乗る大日拳はまだ治っちゃいないだろう。威勢がいいだけ。この土蜘蛛に任せてもらいたいね。敵さんサイドが、あの逃げ惑う獲物は、敵さんサイドが乗る乗り物が壊れてとかってなかなか。狩りも楽しいってものさ。土蜘蛛のこのどんな服なのか気になるな。当時中学生とか高校生とかの頃、中学生とかの頃やった時に、このここのところがあれなのかなって、それはないな。それは位置的におかしいな。この下か。この見切れてる下が。よし。行け。
血液入れてる下が乳首と分かれてたってことなんですかね。奴らをやるのは俺だ。え、父なんですけど、でも手が4本あるしな、3本か。そういうのを見ると、まあ、ゲテモノみたいな感じ。土の案の方の期待。なんかね、あの今日ちょっとまだ全然あのまあほらベルセルクの動画を上げてるからさ、 YouTube におすすめとかで、ね、ベルセルク無双のプレイ動画みたいなのが流れてきてちょっと見てたんだけど、アニメのがちょっと挟み込まれてて、ベルセルクのあれでなんかショックが起こった後の世界のところとかでさ、やたらとこう規制というかさ見えなくなってんのね。なんかあのショックのシーンってエログロだから怖さが 何倍にも増すんだろうなと思うんだけど、そのエロの部分に全部こう表現規制みたいなのがかかってさ、なんかそれどうなんだろうなと思った。入れることで、そのエロの部分を入れることでなんかなおさら気味悪さが増すのに、そこ隠しちゃうとなんかね、なんか変なモヤとかさ、黒いグラデーションとかで消えてたりするんだけど、それはなんか原作者のやりたかったことを、結局そらさねなんかそれよくわからない、ね、自分と帝国だからな、原作者の思いは組んだ方がいいと思う。で、まあ、多少のエロはさアクセントだと思うんだよね。あまり隠しすぎてもさ、えっまさか織姫にそんな、申し訳ねえ、そういうの女子は気にするか。そうかそうか、すまない。なんか全部話したがりなんで申し訳ない。ごめん、そういうの言っちゃいけなかったか。シューン。そうか、そうだな、ちょっと反省している。そういうムーブをすることはよくあるから反省している。だから、ね、隠し事とかあんまり好きじゃないんだよ、まあ、あまり言いふらすのも好きじゃないけどさ、隠し事も好きじゃないんだよ。結婚するですって、リアクションがちょいちょい大神さんと同じ。相手は巻きびし尺の御曹司。娘さん結婚すれば関西財閥が提言援助を再開する。なんだそれは、なんだそれは、自分を犠牲にして提供を救おうってつもりだな。スミレ君を祝いに行こうはナイス、決まってるじゃないか。助けに行こう。もちろんそれ。もし意に沿わぬ結婚をしようとしてるなら絶対行かないと。偽恋的展開が来てますね。私も行きますなんかこのさくらくんの相乗りか、ちょい乗りか、別にしたければすればいいのにみたいな今顔してたから。花組の戦力っていうか資金的な問題でね誰このイケメン、神を上に上げている。お嬢様、マキビシ様がお見えになりました。シエキ様、ヒナコ様、そしてお前は先ほどから大広間の方でお待ちになっております。お前が午前から、かしこまりました。宮田、お前はこのお見合いどう思う。宮田が願うのは
スミレお嬢様の幸せだけでございます。ほう、なるほど。宮田は賛成ということか。宮田さんサイドは賛成。でもトップスターとしてなんかまあ危険は危険。ち、案の定もう閉められてるぜ。強行突破だ。無理やり開ける。うお、開かない。あら、はい、出てくれ。壊すしかないようだな。消しかける。押し通る。バギー、すごいけど、すごいけど修理代は。修繕費はいかほどに。これはあの神崎グループとの関係がこじれて低劇に援助が来なくなっちゃうけど、ひー、もっと穏便になんか潜入とかできなかったんだろうかな。くせ者扱いされてますけど。玄関まで走る。戦う必要ね。てれれたかっとるやないかーい。この油断しゃがむ、攻撃しないよ。なんか待ったらなんかありそうな気がする。待ってもなんもねえから。多分待ったらもうできなくなるんだと、当たっちゃうんだと多分な。この花組の皆さんは一体何をしにここに何をしに織姫君とかめっちゃ弱いだろ多分非戦闘要員にも程がある。非戦闘員という人ここは任せた。なんかあの待ったら多分新しい選択肢が出るんだろうけど、それがちょっとな、待ったらその選択肢がなくなるっていうのがあるから早め早めに直感で選んじゃうね。ゲームを実況として動画として見てる人からしたらそれが何だったのかなは気になるんだけど、その時間が経ったと変わる選択肢は何だったんだろうなっていうのは気になるとは思うんだけどね、思うんだけど、やり直せないからもう一回やっちゃったら、また時に出る選択肢については自分で桜大戦2をやって確かめてみてください。もしかしたらもっといい選択肢があったのかもしれない。そんな攻略本とか見てやってるわけではないんでね。幸い中には誰もいないようだ。もっと、まだ20分、もう時間が。じゃあここまでとしますか。すみれくんに会うところから次回が始まるっていうことです。早いね、20分ね。もう20分ですわ。はい、じゃあここまで、次回お楽しみに。